はじめまして、伊藤和也のマネージャーのホリプロの林部と申します。伊藤和也さんの担当マネージャーになってから5ヶ月か6ヶ月ぐらい経ちまして、はい、で、まあ、初めて担当した時に何をすべきかって思った時、まずこう心身ともにちょっとね、あのネットで検索しても出てきちゃうんですけど、伊藤和也って調べるとちょっと太ってるみたいな検索引っかかっちゃうんで、はい、あの心身ともに綺麗になっていただいて、そこからまた新たにいい作品が取り込めるようにしたいなと思いました。ということで、はい、まずは医療のダイエットしていただいて。おお、医療のダイエット。あの医療の力を借りて。おお。医療の力を借りて、ちょっとあの体重を落としていただいて、はいはい、その後体重が落ちたところで、今度はあのしなやかな体にするために筋肉をつける、うん、2段構えで運動もする、両方やる、はい、長い期間になりますが約半年ぐらい。そうですか。半年でね、痩せられたらいいね。うん、どうなんでしょうね、もうこの年だし大丈夫なのかな。いやもう本当努力できないもん。みんなに聞いてごらん、私たち世代の主婦とかに聞いてごらん、絶対に運動三日坊主とか、うん、続かないのよ運動なんて、うん、逆にね、そう確かにね、50代ぐらいになるとなかなか落ち着くらい、ね、そう代謝もなんか落ちてるし、うん、なんかそんなに食べてないのに太っちゃったりとかするし、別に努力してないわけじゃないんだ。なのでまずは和江さんに合ったメニュー、その要は何が合っているのかをちゃんとクリニックに行って調べていただいて、和江さんに合ったメニューでダイエットをして体重を落とし、かつその後に運動をして筋肉をつけてしなやかな体にするっていう。それはちょっといいですね。見てみたい。見てみたい。私も見てみたい。ということで、はい、和江さん、タイトルつけるんだ。タイトルつけました。え、やっちゃえ伊藤和江じゃなくての中の、のじゃあもう一個このダイエット企画、伊藤和江痩せるぞ。なんか直球すぎてる。なんか直球すぎる。痩せてやるぜ。違う。どうしよっか。あ、じゃあ去年シーマをレストアして、シーマピカピカですごい綺麗になったんで、まあ、あれは痩せるっていう感じでもないんですけど、まあ、あのリニューアル、リニューアル。じゃあ伊藤和江レストアはどう？ あ、いいじゃないですか。あ、じゃあ伊藤和江レストアなんだけど、そしたらダイエットだけではなく、なんか肌ツヤも、うんうんうん、ね、医療だったらそのシミを取ってくれたりとかもできるでしょ、はい、やっちゃいましょう。え、じゃあそれ嬉しいです。そうしましょう。先生お願いします。じゃあ、はい、あの最終的になんかね、せっかくなら見た目が綺麗になって、うん、何か目標があった方がいいと思うので、うん、そこは頑張ってグラビアを目指しましょう。グラビア、はい、え、50、もう多分これからやるとしたら56になるよ。56のグラビア、56のグラビアを誰が見る？私が見ます。